神ブーツは監視砦から南西にある朽田千年寺の洞窟の中にあります。ダフネス山近くの朽田千年寺に向かいます。千年寺は橋の先にあり、分かりやすいと思います。朽田千年寺の中に入ります。洞窟の入り口の場所の確認です。一番下の底まで降りていきます。降りていくとキースに襲われるためご注意ください。入り口からそこに降りました。下まで降りると上の方に迷いがいます。素早く逃げるため弓で倒します。迷いの落とし物を入手しました。下のライクライクがいる場所まで向かいます。ライクライクは近寄ると弱点の口を開けます。弱点の口の中を攻撃するとダウンします。なかなか近寄れずに口を開けない場合、燃やすか爆発させると良いです。宝箱の中身はランダムです。ライクライクのいた場所の北側に鶴があります。鶴が道を塞いでいます。鶴を燃やして先に進みます。水辺にある木を登っていきます。頑張りゲージを回復してさらに上に登ります。宝石のある場所からさらに上に登ります。ここまで登ればあと少しです。登った先にツタがあります。ツタを燃やして先に進みます。ツタを燃やした先に宝箱があります。宝箱の中身は鬼神ブーツです。攻撃力が上昇するティアキン最高クラスの装備です。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。